行ってくるね。バイバイ。バイバイ。オリックス選手は長男の福士君に見送られて午後1時半東京ドームに向かいます。巨人の60人目の4番バッター落合も続きます。一塁にヒットの河合を置いてのバッターボックス。広島は2人目の紀藤、ワンナッシングからのインコースのストレート。巨人移籍第1号を開幕ゲームに放ちます。腕を畳み込むいかにも落合というバッティングで福士君との約束も果たしました。あのホームラン見事な技でした。もともとね難しいボールを打つのはうまいんですけどね、真ん中打てないんですよ。まだなんていうの、若いやつに負けまいとする気があるだけね、大丈夫じゃないかなと思ってますけどね。